はい、どうもゆうくんです。今回はですね、新型スペーシャーベースの方を見に来ました。で、スペーシャーベースのフロントマスク、このような感じになっておりまして、スペーシャーカスタムのような精悍なカオスになっております。ただカスタムと違う点で言いますと、ヘッドライト周り、ブラックアウトされておりまして、かなりクールな見た目になっております。はい、そしてヘッドライト LED タイプとなりまして、フォークランプも LED タイプのものが採用されております。そしてサイドから見ますと、このような感じになっております。 XF グレードになりますと、ルーフレールも採用されて、スペシャルギアのような雰囲気のサイド周りということになっております。ただリアの、ね、3枚目のガラスがなくて、パネルということになっておりますし、 XF グレードになりますと14インチのアルミとタイヤが採用されております。サイズの方が 15565R14 ということになっております。で、バンですけど、乗用車のタイヤやアルミが採用されております。そしてリアビューがこのような感じになっております。こちらもスペーシアティアや普通のスペーシアのフライト周りが採用されております。ベースのエンブレム、非常にかっこいいものとなっておりまして、4ナンバーで最大積載量200キロということになっております。次、内装の方見ていきたいと思います。まず運転席周りのシート、このような感じになっております。こちらは乗用車のシートが採用されております。そして乗り込みまして、インパネ周りがこのような感じになっております。インパネのデザインはスペーシアそのものということになっております。なのでこのように収納も、かなり豊富で、使い勝手も、抜群という感じになっております。そして紙パックも入る、ドリンクホルダーが運転席側には付与されておりまして、メーター単眼タイプのシンプルなものとなっております。で、マルチインフォメーションディスプレイも採用されるということになります。で、こちらオーディオレスなんですけど、全方位モニターにも、対応していると思われます。はい、そしてオートエアコンが採用されまして、シフト周りこのような感じになります。で、グレードにもよりますが、運転席標識シートヒーターが採用されまして、下の方には USB の充電端子や 12V のソケットなどが配置されるということになります。そしてアダプティブクルーズコントロールも採用されるということになります。で、シートの間にはビジネスバッグも置ける感じのポケットが配置されるという感じになります。後部座席見ていきたいと思います。そしてスペーシアベースの XF になりますと、右側だけパワーサレドドアが採用されております。そしてラゲッジ周り、このような感じになっております。2列目、格納されておりまして、2列目シートがですね、このように定番の簡易的なシートが採用されております。そして、スライドドア側にもロール3シールドが配置されるということになります。2列目にも人が乗ることを想定した装備という感じになっております。で、こちらね、大型のボード標準装備ということで、仕事だけではなくてレジャーでも大活躍してくれる便利な装備ということになっています。で、ボードのね、高さ変えることによってさまざまな、使い方ができるという感じになっております。ということで、新型スペーシアベースでした。